新たな装備を得て強化されていくパート2の解説を始めていきます。本パートではラバケイブスとアイスバレーを攻略します。前回は調査ルインズを探索して失った装備を整えました。今回はラバケイブスに入ったとこからです。しばらく転がっていきます。重厚な BGM 好き。ここで初登場、溶岩。触れるとダメージが継続して入ります。また、バリアスーツがないと熱気で継続ダメージが入るエリアでもあります。ラバケイブス入場ムービーを飛ばしまして、BGM が変わります。スーパーメトロイドの、ノルフェアシング BGM アレンジ。作曲者が一緒だとかなんとか。結構アレンジ BGM があるのがプライムの特徴だったりします。序盤で使うには豪華な BGM ですね。もちろん、この後の BGM も素晴らしいものばかり。先ほど岩にミサイルを2発撃ち込んで破壊した中にあったのは、アーティファクトです。12個集めるとラスボスと戦えるようになるよ。さて若干忘れがちなミサイル2個です。本来は X-ray で見えない足場を見ることでたどり着きますが、シンプルにジャンプで届きます。これはかなり簡単に取れるので、通常プレイでもおすすめの取り方。2個目は下の毛布ボール通路を移動した先のマップ。この敵に捕まったらスティックガチャガチャで高速が速く解かれるというのを去年知りました。ボムを置くとそれを持ってこうとして倒せるので、一気のために倒しておきましょう。ここのミサイルを取り忘れると、もうこのマップには通常来ないので無駄な往復で1分ちょっとくらい解けます。日本語版は礼拝ですが北米版で1杯しました。大体同じだし走れるでしょうってやったら普通に忘れるっていうね。日本語版だとミサイルの最大数が常に表示されるんですが、北米版は現在所持数しか表示されません。また、ポーズメニューを開いてもアイテム取得率表示がありません。つまり、ちゃんとアイテム取ったかどうかを覚えていないとエンディングで100じゃなくて泣くわけです。100の場合全部集めたら集めたよっていうテキストが表示されるのでそれでも把握できますが、最後のアイテムを取ったはずなのにテキストが出なかったら再走。98アイテム数は100だがラストでに上がる、フェイゾンスーツが換算されない特殊アイテムのため。他ゲーだと99が絶望な数字ですが、プライムは98がそれに当たるということ。ここはビームタレットを破壊し、ちょっとだけショートカット。上手い人だと崖登りからのダッシュジャンプするマップ。難しいです。エネルギータンクを忘れずに、取り忘れたら帰ってくるのだいぶ後ですからね。ただのボムジャンプですが、壁がちょっとデコボコしてて起爆前にスティック倒すと頭ぶつけて落ちたり。ここカメラアングルがひどい。ここからはアイスバレーになります。ラバケイブスにはまた後で通います。通過する通路ですね、ラバケイブス初回。アーティファクト1つ、ミサイル2つ、エネタン1つでした。回収アイテム。アイスバレーに着きました。雪と氷で覆われた極寒の地。寒暖差がえげつないですね。薄い氷はチャージかミサイルで壊します。本来はブーストボールを先に取りますが、ウェーブビームを先に取るのが100。ここ斜面利用のジャンプですが地味にむずい。いい位置が未だによくわかってないので感覚でやってます。こっからしばらくまた転がりフェーズ。ブーストボールがないのに見てて違和感があるかもしれません。ここの BGM、おごそかな感じで好き。足場を乗り継いで上に移動するのですが、ちょっとだけショートカットします。登り方は基本これです。オブジェクトが普通に乗れるようになってるのが素晴らしいゲームです。背景じゃないのが。まあ、ちょっと右すぎましたね。
そんな日もあったんだなって。おそらく初見困惑ポイントです。ミサイルで壊すのを気づくかどうか。このボムスロットを起動せずに壁抜けからインフィニティスプレードすると積みますが、100だと使用しないので安心。100ではベスン壁抜けやっても短縮にはならないそうです。超絶うまく頑張っても1秒短縮できるかどうか、とか。本パートは壁抜けありません。まだ1箇所短いのが残ってますが、ちょっと先の話。この通路はボムで岩壊して進む仕掛け。復活するブロック、2D ならそういうもんかってなるけど 3D だと不思議と注目しちゃう。上手の不思議な技術力で全て解決なんですけどね。やったー、ウェーブビームダーからの没収。まあさすがにね。ということでベビーシーウォース、シーウォース戦です。北米版だと体力低いのですが、こっちはちょっと多い。倒し方は後ろに回って背中を打ち続けること。氷の玉打ちや冷凍ビームをしてくるときに体の動きが止まるのでそこからサイドステップで回り込みましょう。頑張れば正面からジャンプして背中に当てれたりしますが、まあ難しい。なるべくベビーシーウォースが端に行かないようにするといいですえ。この時は全くできてませんが、一回弾当てたらあとは連続ヒットできるのでそうなったら倒しやすいんですけどね。端にみんな寄ってこられると時間差冷凍ビームで弾にはめられます。素早く1体目を倒せばこんなことにはならないんですけどね。要練習、ってわけですん。シーウォースさん出現。でかい。遠いので移動中スキャンします。スキャンで弱点にロックが向くようになります。倒し方は毛布ボールで息吹を誘発させ、ボム置いて毛布解除からミサイル連射。足元に毛布ボールで鳴るのが正解なんでこれは。ミサイル連射だけで倒そうと試してグダったやつですねはい。いやー、走ってだいぶ期間空いた自分の動画見ると何がダメだったかわかりやすいですねー。やってる時はただただ必死なんですよねー。ウェーブビーム取得。紫のゲートが開けられるようになりました。次はブーストボールを取りに行きます。帰りの道中は3倍速。行き帰り同じ道で特に変化ないと話すことがないねんな。上の足場から降りるの北米版だとスキャンダッシュが2歩が早いです。基本的に北米版が早いこのゲーム。理由は簡単で、一番早く出たからです。そのためバグ取りが甘く、修正が間に合ってなかったり仕様が違ったり。一番大きいのはスキャンバイザーでスキャン中にサイドステップが出ること。それ以外はプラズマグラップリング前の岩がない。スピンタワーコネクトの電流が流れてない。など、サイドステップがどこでも出せることで、ダッシュジャンプというバグ加速技が使えるので北米版は早いんですわな。日本版はロックオンできないとサイドステップが出ないので、限られたところでしかダッシュジャンプができません。なのでスペースジャンプ取得が北米版は7秒くらい、日本語版は40秒くらいとすんごい差になってたりします。ただし基礎的なルートはあんまり変わらず走れるので、とりあえず手元にある日本語版でやってみっかって時に手軽に始められるのがいいとこ。エバイで北米版買うなら1ヶ月くらいかかりますからね。国際送料も2000円ちょっとかかるし、やっぱり興味持ってすぐ始められるのはメリット大きいですよ。モチベーションがあるうちにやらないと熱がね。日本国内で今時北米版の GC ソフト売ってるとこってあったりするんですかね。昔駿河屋に在庫があったことは知ってるんですけど、基本ゼルダみたいな有名タイトルでもないと、エバイで買うしかないと思うんですよね。あとはベイアマゾン。さて、画面ではブーストボールを入手してました。これは毛布ボールに加速機能がついたものです。シャインスパークを 3D で導入したら大変なことになるので、毛布ボール専用にしたんでしょうか。ここ地味に鍾乳石をミサイルで落として足場に移動してくると高ショートカット。ベビーシーウォースを踏み台にしました。敵を踏み台にできるの、初代メトロイドでもアイスビームでやってるし普通だな。初代メトロイドといえば実はこのゲーム、メトロイドフュージョンとの連動特典で遊べちゃうんですよね。フュージョンのクリアデータは必要ですが。ただ、
北米版が最初のプライムなためファミコンディスクシステム版ではなく NES 版にセーブ機能をつけた感じらしいです。プライムのゲーム内部データ解析の結果、NES 版ロムとして初代メトロイドを抽出できるとかなんとか、そのロムにいろいろ再コンパイルしてセーブデータと GC コンで動作するようにしてるのが連動特典とか、ちなみに日本語版は NES ロムにセーブとかの文字を日本語化したもの、ぽい。詳しくはわかんないですけど、プライムからわざわざ初代メトロイドのロムデータ抽出できたところであんまり意味ないですよねー。ただ、これは普通に NES 版準拠っぽいのを GC コンで正規手段で遊べるということ。バグ技ももちろんできるよ、バージョンの違い知らんけど、意外と適当に初代メトロイド走り始めるのに使えるかもしれない。メトロイドシリーズどれから始めたらいいですか？の問いが来たらゼロミッションかフュージョン選びます。初代はむずいっす。さて、画面ではスペースパイレーツの研究所内に来てます。何をこんな寒冷地で研究してんですかねー。寒くないとダメなんですかねー。物の保存とかには適してそうですけど、この辺を攻めたムーブするとあっという間に火ダメが膨らんでゲームオーバーになりかねない危険な地帯です。この時の走りはめちゃめちゃ安全策取ってますね。アイスビーム壁抜けが全く安定してなくてようやく抜けたかーって感じの時期だったので、ザコパイレーツはミサイル2発で倒せます。倒さないでスーパーミサイル取れるんですけど、日本語版は短縮技ミスった時にすごいめんどくさいことになって最悪ソフトロックなので、もし短縮技するなら一体も倒さずに上の敵2体だけ倒してムービー重ねるか、全部倒すかですねー。とりあえず始めるときは全部倒して、仕掛け起動でいいと思います。ここでリセットしたのは3、4回くらいしかねうん。ムービー重ねミスると敵いないのにゲート施錠フラグだけ残って積むんですよ。いやー怖いなー、戸締まりしとこうってスペースパイレーツさんがセコム起動したんでしょう。優秀すぎるシステム。フェイゾンマインズでも同じゲート施錠で積むことができます。そちらは3回かな。フェイゾンマインズの方は普通に知らない新規プレイヤーが北米版だろうが日本版だろうがハマる場所なので、すっごく注意が必要。現在はボムスロットを起動しスピナーを回すことで上の足場が前に出てきてジャンプが届くようになるっていうやつ。この仕掛けをまるっとスキップできるのが、ダッシュジャンプで足場移動してスーパーミサイルを取り撃破ムービーを重ねて短縮する技。先に上に体倒した撃破ムービーだけ見れば、ソフトロックの危険はないので日本語版はそれを狙った方がいいかも。ここターロン4含む周囲の星情報が見れるとこ。ろくな星ねえけど住めねえとこばっか。ちょっと荒廃しすぎてたり、いるだけで命がけのところとか。仕掛け起動終わったらスーパーミサイルを取りますが、取った後に忘れず一旦戻ってミサイルタンクを回収します。忘れたことは2回くらいですねー。あまりにも忘れる場合はイベスプエトにミサイル個数買いとくと抜けがなくなっていいです。この100カテゴリを初めて走るにあたって、練習時にイベスプエト200個すべてアイテムセグメント作って抜けがないか確認してました。結局そういう風に1個ずつ確認するのが初回は大事だったりしますねー。移動だけ考えてると抜けがね。ここのビームタレットくんはまだ貧弱でアイスビームで凍ったら自力で溶かせません。ちょっと眠っててもらいます。ここウェーブゲート打ったらパワービームに切り替えてチャージ。ゲートが開いたら左へ飛ぶ。そしてスーパーミサイルでタンクを破壊。ミサイルタンクを取る。ちゃんとできるともっとダッシュ勢いあるんですけどねー。さてまだタレットは凍ってるので安全に移動できます。また仕掛けを起動しスーパーミサイルを取った部屋はもうパイレーツが出ません。なので安心して移動できますね。100始めるなら仕掛け起動しよう。ここからはどんどこ移動してコントロールタワーというところにまず行きます。そこにアーティファクトがありますので忘れずに回収を。おそらく攻略本攻略情報なしに自力でわかる人はすげーよってなる場所です。私はわかんなくて書店で攻略本買いました。いやーゲーム内のヒントでプラズマビーム持ってってマップもわかったんですけどねー。まさかねー。ここで敵が出現するフラグを踏まないようにします。
ゲート出てすぐに出現判定があるのですが、実はそんなに判定が縦に厚くないため後ろに下がって高さを稼ぎちょっと右から飛び越えれば、無事に出現させずに移動できました。ここでたら2分くらいロスります。さてなんか爆薬かなんか変なのがついてる右側の塔にミサイルを撃ち込みます。本来は正面の塔内部からプラズマで氷を溶かしてミサイル。プラズマが手元にないので、この直接打ち込みが必要なわけです。結構位置さえわかれば簡単にできます。このアーティファクト、ほんと攻略本見て実際やって塔が倒れてきた時は呆然としましたねえ何これって。アーティファクト入手です。12個集めると願いが必ずボスと戦う権利を得る。ずーっとスペースパイレーツの警戒 BGM が流れてますが、まあ奴らの拠点ですからね。そんなもん。一応パイレーツ殲滅すると違うんですけどね。そんな暇はない。いきなりサムスやってきて対応に追われる戦闘員パイレーツさんたち大変だなぁ。とはいえ、別に裏から来たわけじゃなく正面から堂々入場ですんで。対応が遅いだけですね。フェイゾンマインズだとスキャン結果にサムスが来たぞ電子ロック白道を塞げ今となログがあったり。おっとなんかいたような。ここでスペースパイレーツがメトロイドを研究しているのを発見します。初代後の世界なので、絶滅してないやんってサムスびっくりしたシーン。ただし原種より弱く、どんなビームでも倒せる。フェイゾンで変異したターロンメトロイドさん。アイスビームで凍らせてミサイルで終わる。ここは毛布イライラ棒通路を横からショートカット。シリンダーをミサイルで破壊。エネターン。100% はあんまりセーブルーム、スターシップいかないので回復はエネターンが重要になります。ここまで来るともう安全。スペースパイレーツの研究成果があります。サンスのシールドを解除してもらっていきましょう。トリプルチェック体制なのにわずか数秒で突破されるシステムサムスの能力がイカれてるだけなんですが、落ちながらスキャンで移動を短縮。カッコつけて落ちていきましょう。サンスのスキャンが終わればセキュリティが消えて取れるように。スーパーミサイルもパイレーツの研究所にあったし、研究開発能力めっちゃ優秀なのでは？まあサムスに奪われてますけど。調和を意識した調度性のサムスのバリアスーツ。未知の能力だろうと解析してスーツに適応させます。ロックマンみたいなもん。情報解析もお手のもの。セキュリティにアクセスすれば即突破。要注意人物に指定されないのが不思議なくらい。バウンティハンターとして独立できてるのがすごい。まあフュージョンでサムスの複製を自分の強化に使おうとした連邦運。先ほどの部屋は本来はサーモバイザーを使わせようとしてきますが、アイスビームを先に取ったことで下のアイスゲートを開けて脱出。セキュリティ甘いねー。ここで北米版と違ってパワーボム取りに寄り道です。1分ちょっとくらいどうだろう。5、からプラズマ前にグラビティスーツを取ることもできます。お好みでどうぞ。今のダッシュジャンプはグラップリングビームを使って移動する足場に飛び移りました。これでミサイルタンクを取る仕掛けを起動。さらに初登場、ハンターメトロイドです。こいつはだいぶ変なやつで、突進と触手ビームを使ってきます。突進はどうでもいいですが、触手ビームがこちらを拘束してエネルギーを奪っていきます。ジャンプ中にやられると落ちるので、なかなか嫌な敵。アイスビームミサイルで倒せます。なお、こいつはアイスビームで凍らせる以外だとパワーボムで蒸発させないとダメだったり地味に強化されてます。元のメトロイドっぽい性質。ここグラビティスーツ取った後本来取得なので、水中からの脱出にコツがいります。どうしてこんなところで3倍速するのか矢印答え、抜け出せなかったから。結構あるあるなんです。ここ微妙に抜け出しにくい配置なので。にしてもかかりすぎ、この後はパワーボムを取るのですが、本当ならグラップリングビームが必要です。まあ、ないならオブジェクトを足場にすればいいっていういつものことです。聡明な方はお気づきかもしれませんが、本 RTA でグラップリングビームは使われません。ただのコレクターアイテムです。まだこの頃は移動にしか使えないのでプライムさんにならないとグラップリングビームは役に立ちません。プライムにはスクリューアタックが早期取得できるので、基本的なカテゴリーでは存在価値がありません。
一部では使うとか。フライングパイレーツさん、空飛んでるタイプ。雑魚よりミサイル1発分頑丈。ただアイスビームミサイルは変わらず、HP がなくなるとこちらに自爆特攻してくるので、結構トラウマになる人もいるかも。さてここからグラップリングビームなしで上の足場へ移動します。木の根っこに移動しまして、いい斜め具合なのでそれに沿うようにジャンプ、後ろにスペースジャンプ。たったこれだけでグラップリングビームなしで上へ。ちなみにこれはただ足場になる場所があるだけなので、バグなしでも使えます。やったぜ。AR ジャンプモッドスペースジャンプのタイミング遅らせた方が安定ですね。ここで落ちると1分くらいロス？だから、落ちないように安定を取る必要が本来あったはずなんですね。はい。余裕めっちゃあるんだよな、おかしいな。そう、女こんなで単発パワーボム1個目入手です。単発はあと3つあります。100なのでもちろん全回収。さて、ようやくプラズマ取りに行けます。帰りは3倍速。変わり映えしませんからね。パワーボムはプラズマビーム取るのに必要です。グラップリングビームとスパイダーボールも必要そうな気がしますが、なくても問題ないのです。さてパイレーツ研究所抜けた先にまた帰ってきました。ここから今度は上へ移動します。この時点では雑魚敵がいろいろいますね。グラビティスーツ取ったらフライングパイレーツに変わります。氷の中のエネタンはプラズマ取ったらです。今は溶かす手段ないですからね。メトロイドシリーズってこういう見えてるけども今はまだ手が出せないアイテム結構ありますね。では、いざラバケイブスへ。ラバケイブスにはプラズマビームとエネタンを取ったらまたアイスバレーへ移動することになります。それだけプラズマビームが大事なアイテムなわけなのです。本来ならフェイゾンマインズに行って、メインパワーボムを取ったら戻ってプラズマビームと X レイバイザーを取る形になります。つまり今から取れるのは早期取得ってこと。グラップリングビームもスパイダーボールもないですし、ここで右のゲート行けばフェイゾンマインズに向かえます。パワーボムで壊す岩があり、壊したら開通。100だとこっちからはフェイゾンマインズに行きませんが、開通したところの敵がパワーボムアイテムドロップをするので補給用に開けてもいいです。パワーボムの補充が必要なんですよ、日本語版は。その辺の敵からお祈りしてもいいですが、安定取るなら先ほどのフェイゾンマインズに行く道を開通させましょう。ここでハンバーガーみたいな敵を使ってダッシュジャンプ。これでグラップリングビームなしで足場へたどり着きました。反対側のマップから来た場合は R ジャンプで届きます。スピナーをブーストボールで起動していき、足場を上に押し上げていきます。北米版ならこれ1つだけスピナーを起動して移動する技がありますが、日本語版は多分できないのかな。スキャンダッシュを使用するのと、壁の立てる判定が若干違うっぽいので、もしできるなら私が知らないだけです。さて、ここはスパイダーボールトラック。斜面になってるのでそれに沿ってジャンプするだけ。ボムスロットを起動。すると天井がせり上がりスパイダーボールトラックと岩で塞がっているアイスゲートが出現。まともにスパイダーボールトラック使って移動すると、TAS でも30秒くらいかかる長い道です。通常プレイでは結構嫌な場所かも。北米版と壁及びスパイダーボールトラックに乗れる判定がちょっと違うところです。日本語版はこのように乗りますが、北米版では90度向き変えて壁に対し正面からジャンプが安定。パワーボムで岩を壊し、無事にプラズマビーム入手です。あとはまた帰り道です。その最中にパワーボムが落ちるとラッキー。出なかったらちょっと寄り道します。取ったプラズマですが、このラバケイブス原生生物には効果がありません。パイレーツたちには効きます。なのでビームすぐ切り替えて倒します。フェイゾンマインズに1通路での補給道を開けてないので、ドロップを祈り。まあ出なかったら後で回収するところがあるので、ウェーブゲートを打ったらプラズマに切り替えます。パイレーツを殲滅するためです。そういやビーム切り替えって結構素早く変わってくれると自分は思ってたんですけど、人によってはもっと一瞬で切り替わってくれないかなと思う人もいるみたいで。DOOM 系はそういう感じっぽいんですかね。
まあ、一瞬で切り替わるのとちょっとラグがあるのにそれぞれメリットはありますから。なんとも言えはしないですね。今はウェーブビームで仕掛けを起動、装置が活性化して溶岩がなくなり通路ができたとこです。ウェーブビームは電子的な仕掛けを動かすことができます。今のは通電させて回路を起動した感じ。画面では毛布ボールになって降りる穴の位置を間違えさまよう愚か者の姿が。こうなるので、穴の上で最後の一つにウェーブビームを当てましょう。それはそれとして、この謎解き BGM 好き。ギミックを解いた時の SE も、合ってたんだよかったって気になり、大変よろしい。解いたのにそれとわからん SE になってたら違和感ありますからね。さすがにゼルダの SE ほどわかりやすくはないですが。このカウントはちょっとやだ。せかされるのはねー。また、毛布ボールのカメラアングル切り替えが挟まって今どっちに行けばいいか若干迷いがちになる通路。2箇所目をスキャンしたらあとはエネタン取りに行くだけ。溶岩こんな簡単に引っ込められるのすごい技術だ。敵はボムで倒していたので安全。移動しながら置けるので基本設置して倒した方がいいです。これでエネタン入手。今回のラバケイブスのやることは終了し、アイスバレーへ行きます。グラビティスーツを取り、そしたらスパイダーボールを取りに行く感じです。ここまで来ると装備もだいぶ整ってきますね。基本的にプラズマビーム主体で戦い、アイスビーム溶血とミサイル連射が弾に入る感じで戦います。アイスバレーはこの移動で残りすべてのアイテムを回収して去ることになります。ラバケイブスは後でまたちょっとアイテム回収が残っています。そろそろ時間的に中盤から後半へと移行していく頃ですね。ここまで来たらそんなにゲームオーバーや罪になることはそうそうないです。アイテム回収忘れには気をつけて。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。